JAXA 三浦大知コラボ動画第4弾。続いてはいよいよ大地4号が宇宙で撮影した最初の1枚を見せてもらいます。こんにちは。こんにちは、ジャクサの元岡です。はい、これ3度目ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。またお会いできて幸せです。はい、ありがとうございます。光栄です。今日は、一緒にレーダー開発を担当していただいている三菱電機株式会社の中村さんにも来ていただいてます。中村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここは地球観測研究センターという場所になります。はい、この場所はですね、今衛星データの解析とか、あとは研究、地球科学の研究をしたりする運用者が集まっている運用室になります。はいはい、今日はですね、ようやく第一4号も、そうですね、はい、最初の1枚の観測に成功しましたので、はい、もう本当におめでとうございます。本当にこれをぜひ、はいはい、披露させていただきたいと思っております。はい、それでは早速ですけれども、はいはい、こちらが、第一4号の最初の1枚になります。わあ、すごいですね。いや、もう本当にこの衛星を作られているそのプロジェクトの皆さんから、やっぱこう、ね、最初の1枚っていうのはとってもこう思い入れというか、こうデータがどのように返ってくるかっていう最初の一枚というのはすごいやっぱ大切だみたいな話も聞いてたので、僕もなんか一ファンとしてというか、一応援してる人としてとっても楽しみだったので、わあ、すごいですね。あ、これ北海道なんですね。そうなんですよね、北海道を撮った画像で、ちょうど衛星がですね、北から南に動きながら、はい、この場所を撮ってるんですけども、東西に100キロぐらいの幅があって、こう北から南に撮ってるんですけれども、これは第一4号レーダーの画像なので、はい、白黒に今映ってたりとか、あと他の画像もあるんですけども、いろんな色がちょっと我々の見てる目の色とは違う画像になってます。明るく映ってるところがレーダーの その電波が強く返ってきている場所になってまして、はい、例えば今ここだとこう白く光っている場所がですね、はい、札幌市になっていて、そこから南の方に千歳市や苫小牧市とか、あと実は新千歳空港とか、はいはい、そういったところが映っている画像になります。あ、そこはこうレーダーがこう強く戻ってきているというか、ね、はい、なのでこう建物があるところだと強く光って帰ってきて、うん、水があるところだと暗くなったりとか、うん、そういった感じになってますね。これ角度ある画像なんですね。そうですね、だいたい65度だったと思うんですけども、こんな感じですね。本当に画像を見るとこう、ね、はい、ちょっと俯瞰というか、はい、なんかそれを今上から見たような画像に今こう並べているので、こういうふうに見えるんですけども、すごい斜めから撮ってる。あ、そうなんですね。ですけれども、これだけ100キロのすごい画像が撮れる、これは感動ですね。どうでしたか、そのお二人というか、最初これを 見られて。第一2号からこの衛星の画像、はい、レーダーの画像を見てきてるんですけれども、はい、やっぱりそのこんなに広い観測幅っていう幅が取れないんですよ。もうちょっと狭い範囲でこういつも見てきているので、はい、いきなりこの画像が出てきて、こうスケールがすごい大きい画像が一発でこうドーンと出てきて、やっぱりちょっと技術者としてこういうのを撮りたいって言って作ってはきたんですけれども、はい、いざ本物を見るとやっぱりちょっと衝撃を受けて、うん、ちょっとしばらく何も喋れない感じになりましたね。はい、一番最初からやってきて、一つ一つ積み重ねてきたんですけれども、それがやっぱこれで正しかったんだなっていうのが分かって、やっぱりそれ嬉しかったなと思います。そうですよね、はい、皆さんが本当に一個一個丁寧に作られてきたその技術がここでこうバンとこう、ね、この画像一枚でもそれが、そうですよね、はい、証明されたなと。奇跡的な一枚ですね。はい、自分も開発当初からずっとやっていて、はい、あと第一2号のこの画像を出すって最初の1枚も自分担当していて、あ、 そうなんですね、その時ですごい苦労していて、あ、そうで、最初の第一4号の絵はどれだけ早く出せるかとか、どれだけちゃんとしたのを最初に出せるかっていうのが自分のこの10年ぐらいのテーマだったんですね。あ、そうなんです。で開発を始めさせていただいて、うん、一個一個これできてるよねとか、うん、で新しい技術をいっぱい入れてるんですよ、はい、それによって100キロとか200キロとか取れるようになっていて、うん、その技術によってやることはすごく課題が増えているので。あ、そうですね。なのでこの打ち上がってからこの絵を出すまで、はい、正直全然寝れない日々を過ごしていて、いもう気が抜けないですね、はい、で、まあ、ちょっとこの絵を出した時にちょっと自分筑波に入れなくて、はい、家でいて、で絵が出たよって言われて送ってきてもらったんですよ、うん、はい、その時に見て本当にずっとやってきて10年間やってきたことが間違ってなくて、でこの絵を最初本当は出ないと思ってたんですね。
課題が難しくて、ここまで綺麗な絵が出ないやつだったら、もっとなんかノイズが乗ってるとかかなと思ってたのが、最初から視認できますとか、そういった絵が出てくるっていうのですごく感動して、その時に共有できる仲間がいなかったんですけど、一人で家族の中一人だけなんかこう感無量というかで、何一人で感動してるのっていうので見せられないんで、あ、そうかそうか、そうですよね、はい、世に出るまでは、はい、なのでなんか一人でなんか携帯見てなんかっていうのをずっとやってました。そうですね、そこはこう一人でこう、はい、自分の中に留めておかなきゃいけない時間もあるっていう。これ最初の1枚になるんですけれども、はい、他の場所も撮っていますので、こちらも一部紹介したいと思います、はい、次のこちらがフランスのパリを撮影した画像で、はい、先ほどの日の次の日に、撮影しています。うん、もう少し先ほど100キロって言ったんですけども、うん、もう少し市街地、これちょっとクローズアップして切り出した画像になってまして、はい、パリといえば今年のオリンピック、パラリンピックですけれども、ありました、ね、それが行われた場所をこう撮影しているというものになります。そうか、これはあのそれこそ X とかに画像出てましたよね、はい、あ、そうですね、それがこちらですね。あ、これだ、あ、そうかそうか、それを編集して、そうですね、会場がこういうふうにいろんな場所にあって、ちょうど真ん中に流れているのがセーヌ川で、うん、あの黒くちょっとこう川のように映ってますけれども、うん、そこであの開会式で選手の皆さんがあの船に乗って登場されてというようなところが印象的だったかなと思います、はい、そうですね、あ、すごい。村田さんもあのオリンピックといえば、はい、公式応援ソングの、そう、はい、あのチームジャパンの皆さんに、はいはい、作らせていただきまして、はい、心拍音、はい、そうなんです、私も最後の式の時の歌を見させていただいて、はい、あ、本当ですか、はい、子供と一緒にちょっと踊らさせていただきました。いや、嬉しいです。いや、なんか、いや、なかなか難しくて、いや、嬉しい。いや、なんか、だからそちらもね、そちらでその楽曲を作らせていただいたんですけど、はい、うん、でそこにこの画像が投稿されているのを見て、はい、勝手につながってるっていうか、なんかそのコンチャクさんの皆さんの技術と、はい、なんか、まあ、自分もそのあのチームジャパン日本選手団の皆さんにこう音楽で関わらせてもらったみたいなところがなんかこうつながった感じがあって、うん、なんかすごくこの画像を見てすごい嬉しかったのを覚えてますね。 ありがとうございます、はい、宇宙からこれだけのこう情報量のっていうか、うん、解析できる画像が撮れるっていうのはすごい技術力ですし、なんかこれからいろんなことにこう使われていくんだろうなと思うと、皆さんがこう未来を作ってるんだなっていう感じがすごいしますよね。続いてはあのこの第一4号の最初の1枚がどうやってできたのか、うん、あとその裏側に難しい技術が結構いっぱいありまして、そういったのをどうやって処理してこの画像ができているのかっていうところを、はい、中村さんの方から説明していただきたいと思います、はい、本当に話をするとすごい難しくて、はい、もう好きなだけ話せちゃうんですけど、はい、ちょっと皆さんのために簡単に分かりました、はいはい、お手柔らかにじゃあ、はいはい、で、まあ、先ほど、まあ、ずっとこうバトンをみんなに渡されて、はい、最後のバトンもらってるんですよ、はい、でそれがどれだけを出すかっていうのがあれでして、でその1枚を出すために世界初、もう本当に今まで誰もやったことないことを載せているっていうので、うん、デジタルビームフォーミングと、まあ、大気分解、ちょっと細かいことを話すと本当に難しいので、はい、一旦置いといて、あの感覚的にはどういうふうに言葉で進めようかなと思ったんですけど、はい、あの今回第1、2号は1個の情報しか得られてないんですけど、はい、聖徳太子を目指したと思っていただいて、いろんなところからいろんな情報を集めて全部聞き分けますと、はいはいはい、でそれが、同時に8個の情報を受けられるようになってですね、へ、でそれを受けていろいろ、まあ、信号を受けた電波を処理して1個の絵を出すってことをしています。第1号はそんなに進化しているんですね、はい、まあ、その結果の50キロしか取れなかったのが200キロになったりとか、そういったことをやっているんですね。で、まあ、それをまず実現しましたと、はい、いったところです。で衛星で撮っただけではダメで、それをちゃんと地上に下ろして、うん、であの先ほどの10分の間にちゃんと下ろしきって、はい、でそれを処理をして絵を出しますと、うん、いったことをしています。でただあの普段見慣れてない方からするとちょっと分かりにくいんですね。あ、もうそう、確かにそのレーダーの画像ってなかなか見る機会ないですもんね、はい、でこう写真だとあそうだなって分かるんですけど、はい、ちょっと分からないので色つけたりとか、はい、そういったことをするということをしています。へ、宇宙空間から撮った瞬間の絵は、はい、まずこの絵が撮れます。全く分かんないですよね。あ、これが画像なんですか、はい、最初の、はい、え、あ、そうなんですね。まず最初に撮った瞬間のデータはこうなってます。そう、なんか普通壁のパネルみたいな、はい、でこれを少し特殊な処理をしていくことで、はい、あの普段皆さんが見られているような
あの画像にしていくっていったことをしていて、どんどん解像度を上げていくんですね、はい、まあ、まあ基本的にはカメラで写真をフォーカスして解像度上げるっていったことと一緒なんですけど、はい、まず先ほどの絵って撮った瞬間は1画素7キロぐらい四方のデータが詰まってるんですね、はいはいはい、でそれを、まあ、この絵は10メートルの分解能なので7キロを10メートルにしますっていうフォーカスをかけるんですね。あ、そこにこうフォーカスを当てていく、はい、なの でまずボケた絵が出ますと、はい、でまあ、この状態ですとなんとなく右下の方が暗いなとか、ああそうですね、はい、あの色の濃淡としては分かるんですけど、はい、まあ、それを少しずつ解像度上げていく処理をしていまして、うん、で横方向が距離なのでまず距離方向をグッとフォーカスしますと、はい、10メートルぐらいのフォーカスになって、はい、で横が7キロって絵ができます、はい、で今度、縦方向にフォーカスをかけて、縦横10メートルって絵を作ると絵で見られるような視認できる絵ができるといったことをします。でこれでやっと完成になりまして、でこれを次に皆さんが分かりやすい絵にするっていった処理をやっていくと。あ、そうか、じゃあまずこのフォーカス作業があるんですね、はい、でまあ、こういった処理をした結果、あの東京の200キロ、まあ、先ほど三浦さんもおっしゃった富士山があって、はいはいはい、で東京で今までは、第1、2号でいうと富士山だけ、うん、東京だけとかだったんですけど、うん、これ1回であの富士山から、千葉の方まで取れてしまうんですね。200キロってあの数字でいうと、あ、200キロってすごいなと思ったけど、うん、本当に見てみると本当にすごいなと思って。いや、すごいですよね、こんだけの情報を一気にこう取得できるっていう、はい、なので、まあ、こういったところが取れて、かつ3メートルの分解能、まあ、ちょっと3メートルもパッと来ないんですけど、だいたい駐車場に止まってる車がいるいないとか1台ずついそうとかそういったところが分かるぐらいなので、すごい解像度ですね、はい、なので この中に3メートルの情報量がずっと詰まってる。すごい。で、まあ、東京を拡大するとこういったところで、あ、すごい、だって拡大してこの解像度ですもんね、はい、でまあ、色付けをさせていただいてまして、はい、緑がだいたい植生というか、うん、あの木とかそういったものが反射しやすいといったところと、はい、あと街並みなるべく赤くなったりとか、少しこう街、ただこれ何ていうんですかね、傾きとかによって変わってしまうので、はいはい、この東京だといろんな傾きの街が出てしまうので、まあ、ちょっと緑だったりピンクがあるんですけど、あの真ん中のスカイツリーのあたりって少し下町で街並みが揃ってて、うん、電波の方向に対してあの向いてるので、その本当に街はピンク色だといいなっていう思いをあの持ってしてる、色付けしてるんですけど、はい、まあ、それに合うようなものが来ていて、で、あの先ほどの富士山とか皇居のあたり植生が多いので、はい、そのあたりは緑色になったりとか、で海のところは暗くなるような形の色付けをしてるってところですね、はいはい、いや本当にここに来るっていうか、この一枚になるまで本当にいろんなこう手順が、はい、あるんですね。この今こう同じ周、こうなんですかね、同じコードでというか、はい、でその第1、2号と4号がこう一緒にこう運用されている形じゃないですか、はい、これから第1、4号が来たことで、はい、なんかこう第1、2号の役割がもういろいろ変わっていったりみたいな、うん、こういうところもあったりするんですか。いや、まさにその通りですね。第1、2号と4号は今連携して、その例えば災害の観測とか、そういう時にもっと早く情報を届けられるように、実は同じこの軌跡というか地球があって、こここう大体620キロの高度を飛んでるんですけれども、ここの同じ軌跡を両者こういうふうに回ってると、それぞれカバーし合って見れるところがそれぞれの位置によって違うので、災害が起きた時にすぐ見て情報を届けるっていうような役割を持たせるために、そういった軌道を選んで今運用してます。これで多分だから僕たちのまたね、いろんなまあ災害だったりとか、その生活にこの情報がこう入ってくると考えると、なんか本当にいろんなことが変わりそうだなっていうか、大地がこう地球を見守ってるその目っていうものが、なんかより一層いろんな技術で進化したんだなっていうのをやっぱ感じますよね、この画像を見ると。技術者たちが多くの時間を費やし積み上げてきた第一4号の進化に未来への希望を感じた三浦さん。続いては先ほどの説明でもあった画像処理を実際に体験してみました。今回ちょっと三浦さんのお手伝いをさせていただく JAXA の伊藤と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今回はですね、初観測画像を皆さんに公開するってなった時に、実際にその画像を解析していただいたあのリモートセンシング技術センターの大口さんにも来ていただいて。大口と言います。よろしくお願いします。1号機からずっと第一シリーズの仕事をしています。
20年そうか、じゃあそうこうこうずっと見守ってきたというか、感慨深いです。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはその画像を触るっていうふうに今言っていただいたんですけど、はい、このこれで今この解析的なことをしていくっていうことですか。そうです、もう実際に早速この PC を使って、はい、触ることができるんですけども、本当これ操作は簡単で、はい、もう直感的に例えばこのマウスのスクロールで、はい、どんどんアップしていける。先ほどそんなクローズアップできるんですね、はい、これあすごい。もうスクリーン上で見ることしかできなかったと思うんですけど、はい、好きなところにアップしていただくことができる形です。今回、はい、データを軽くするために1画素20メートルぐらいにちょっと解像度を落として、あこれでもそうなんですね、はい、そうですそうです。本当はもっと3メートルってなったらさらに細かく見れるような形になってます。すごい。だから実際に皆さんの方でも触っていただければ。へえ、わすごい。あこれがこんな簡単にこう引いてたら、あこれはだからこの、ね、北海道のこの部分だよって、はい、後ろの北海道の地図とかと重ねて見るようなこともできるといったような。すごいですね。でこれがさっき言ってた、そうです、ここら辺はもう札幌ぐらい市街地であたり。さらに日本以外にも大地が観測している画像があるということで、次に見せてもらったのは、次はアマゾン、南米のアマゾンの森林ですね、はい、そちらを観測したような画像もありますので、はい、ちょっと見え方が違うかなと思うんですけど。そうですね、違いますね。ちょっとここからは大口さんの方から説明いただければ、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。このアマゾンの画像は、はい、ちょっと他と違って第一1号機、はい、2号機、4号機の3部構成になってます、はい、で、1号機からお見せするとこの画像ちょっと色をつけているんですけど、はい、暗いところ、これ川ですね。あこの黒い線になっ て,、はい、って、はいはいはい、でここのちょっとこのいろんな形をした黒い、ね、ギザギザはい、ギザギザになっているのがアマゾンの、森林の伐採した跡になります。あ伐採された場所なんですね、はい、これは。でこの第一1号は画像の範囲だいたい200キロあるんですけど、はい、この幅の観測するのに46日かけて3回撮ってようやくこの観測幅を撮ってました。あじゃあ3回その場所を通って。そうです。でエーロス2は42日で3回撮ってこの範囲の画像が撮れてました。でさっきよりもちょっと広いですか。そうです、ちょっと広いです。で第一4号なんですけど、はい、14日ごとに1回で撮れます。へえ、あじゃあもう全然また違いますね。そうですね、精度というか。第一4号はやっぱ今までの第一シリーズの中でやはり世界最高峰と言われる、まあ、観測幅とあと観測頻度、うん、画像としては一番いいところ撮りの第一4号です。観測幅以外にちょっと見ていただきたいところがあるんですけど、はいはい、最初の1号機はこの緑のとか全部アマゾンの森林です。伐採された後の黒いところがやはり2号機の時に増えてますね。増えてます。でこれが2007年から7年後でこれだけ広がって、で第一4号の見ていただくと、ああもう全然違いますね。そうですね。なんでやっぱりアマゾンの森林が失われるっていうことはやっぱ地球規模で温暖化が進んでるっていう要因になっているので、ブラジルの現地当局に連絡するっていう仕事もここでやってます。へー、だから他の国のというか、あそうです、こういう情報とかもこうそれぞれ渡し合ったりとか、日本だけではなく、はい、この第一初号機の前の衛星なんかも合わせれば本当に30年近く一つのシリーズの衛星でずっと観測を継続している、これも世界中探してもやっぱりこの第一シリーズしかない強みとなってますので、そうなんですね、こういったもう昔からのその森林分布の変化でしたり伐採の進行っていうのをもうしっかりと確認できるのはもうこの第一衛星だけっていう。今後も監視を続けていく予定です。だから第一4号が運用これからいろんな形でされていくことによって、はい、本当にその、まあ、こう地球を守る目として第一4号がこう活躍していくっていうことですよね。わあすごいな。続いては先ほど見せてもらった関東の白黒画像に自由に色付けをすることができるということで実際にやってみました。色の付け方はもう本当に自由自在といいますか、
じゃあ何色にでもできる、はい、その目的に合わせて例えばちょっとあの都市部を強調させたいなって時は、うん、都市部が目立つような色にしたいですか、うんいう形でですね、いろんなやり方がありまして、そうかそうか、じゃあその画像は、ね、はい、こういろいろ作り方、あ本当だ、例えばこれはあのさっき白黒白黒って言ってたんですけども、はいはいはい、別に白と黒である必要はなくてですね、確かにこういったあのあこれもかっこいいですね、かっこよさを求めてすごい、はい、こういった色にしていただくこともできますので、なおかつあのどこかお好みの場所があれば、はい、それはあの最後綺麗な画像として出すことができますので、はい、それを、はい、三浦大知さん の最初の1枚初画像オリジナル初画像としてそんなちょっとこっから何時間かもらってもいいですか作っていただければなと思って、すごい、はい、この色そうですね、じゃあ伊藤さんに操作を教えてもらいながら画像に色をつけていく三浦さん、じゃあこういうふうに例えば122、そうですね、はい、これでまた新しい画像が、あー本当だ、今度そのあこの下の方がちょっと黄色かかった感じの、ね、ちょっとオレンジ黄色いみたいな、あこれもかっこいい、違う色がね、これも面白いですねへえ、あこれはちょっとこの街の部分とかがちょっと青く、はい、楽しいへえ面白いですねこれ。三浦さんの最初の1枚、一体どんな色をつけるのでしょうか。これもかっこいいですよね、はい、もうもしよければこれでとかちょっとお好みのところズームしていただいて、あ本当ですか、はい、で富士山付近もいいよなって思っちゃいますよね富士山もこのカラーだと結構綺麗に出てますね、うん、この辺り。三浦さんの最初の1枚が出来上がったようです。その画像がこちら。焼くとバーン、わーすごい、本当だ、解像度が上がってる、かっこいいわー、すごいですね。聖護寺さんのデータを三浦さんの方にお渡しさせていただきますので、はい、ありがとうございます。もうオリジナル画像として、へーすごいですね、使っていただければと。この画像が本当にいろんなものに活用できるんだなっていうのが、いやそうですね、設定の仕方とか、はい、なんかその色の付け方だったりで何を強調するかとか、やっぱ用途によっていろんな情報になるんだなっていうのをすごく思いました。はい、第一4号からの最初の1枚、そこにかけるさまざまな人たちの思いを三浦さんはどう受け止めたのでしょうか。まあ、今までもあの第一シリーズ衛星、まあ、音楽で関わらせていただいて、でその中であの皆さんとあのコミュニケーションを取らせていただいたり、お話を聞かせていただいたりしてたんですけど、今回は第一4号の打ち上げが終わって、でまた皆さんにお会いして、まあ、今第一4号の現状のどういうふうに運用されているかとか、これからがどうなっていくのかみたいなことも含めて、未来にまた新たなバトンをつないでいくんだっていう覚悟というか思いというか、なんかそういうものをたくさん受け取ることができたので、あのとっても楽しかったですし、第一3号の時に作り上げたものっていうのがちゃんとその第一4号にも引き継がれて、でその第一3号と第一4号がこう手を組みながら、あの最初の1枚をこう地球にこう下ろしてきてくれたっていう、なんかそういう話も聞けたので、あのとても感動的な瞬間もあってですね、なんか皆さんの熱い思いを今回もたくさん聞くことができて、あのすごく楽しかったです。第一シリーズ衛星 の今後も本当に一ファンとして期待して、で自分自身も音楽でできることをこれからもやっていきたいなというふうに思いました。今回も本当にありがとうございました。